ブラジル料理。ブラジル料理は主にブラジルで発展した料理の形態である。ブラジルの国民はインディをポルトガル系、アフリカ系、イタリア系、ドイツ系、アラブ人、主にシリア、レバノン、そして日系を主体とするアジア系などの根血人種である。これは地方の違いの保存で特徴を付けられたブラジルの料理形式を生み出した。アクレ。 アマゾナス、アマパー、トカンティンス、パラー、ロンドニア、ロライマの各州が北部と定義される。文化的にアマゾン盆地は魚や、キャッサバ、ヤムイモ、ラッカセイといった根菜、加えてヤシの実や熱帯の果物を常食にするインディオや彼らと、ポルトガル人の根血の末裔が多数住んでいる。この地方の料理はインディオの影響が濃い。 代表的な料理としては、カルルドパラが挙げられる。それは、干しエビ、オクラ、玉ねぎ、トマト、コリアンダー、デンレ油、油やしの果肉から取る油を一緒に入れる料理である。アラゴアス、セアラ、セルジッペ、バイヤー、パライバ、ピアウィ、ペルナンブーコ、マラニョン、リオグランデドノルチの各州が北東部と定義される。この地域は、主に放牧が行われている乾燥した内陸部から、 豊穣な海岸沿いの平地まであり、サトウキビやカカオが重要な農作物である。バイヤー州では、プランテーションに連れて来られたアフリカ系の影響を受けたアフロバイヤ料理が有名である。現地の食材を利用して、アフリカ、インド、ポルトガルの料理を融合させたものである。有名な料理は、バタパヤム結果であり、どちらも魚介類とパームオイルを使用する。その他の沿岸地域では、 アフリカ系からの料理の影響は小さいが、魚や貝、トロピカルフルーツが多く使用される。乾燥した内陸部では、干し肉、米、豆類、ヤギ、キャッサバ、トウモロコシの粉が使われる。ゴイアス、マットグロッソ、どうするの各州と、連邦直轄区が中西部と定義される。主に乾燥したサバンナや草原、そして北部の森に覆われた地域からなっている。 パンタナルと呼ばれている狩りと釣りの名称は、この中西部にある。広大な放牧地から供給される牛肉と豚肉、それに魚がメニューの中心であり、大豆や米、トウモロコシ、キャッサバも常食される。エスピリトさんとサンパウロ、ミナスジェライス、リオデジャネイロの各州は、南東部と定義される。またこの地域は、ブラジルの工業地帯の中心であり、 ブラジル料理と言われて思いつく有名な料理の発祥地でもある。ミナスジェライス州ではトウモロコシ、豚肉、豆類、そして地元で作られる柔らかいチーズが主な食材である。リオとサンパウロではバイア州の郷土料理であり、豆と肉を煮込んで作るフェイジョアーダ・コンプレッタが有名で水曜日や土曜日の昼食に供される。また、アロスイフェイジャン。 米と豆の料理もよく食べられている。伝統的に使われる豆は地域ごとに違いがあり、リオでは黒豆、赤豆と白豆がサンパウロで、そしてミナスジェライスでは黒豆か赤豆が食べられている。サンパウロの有名な料理としてはビラドエ・パウリスタが挙げられる。これは米とキャッサバ箱をまぶした豆、煮込んだキャベツ、そして豚肉の盛り合わせである。 サンパウロでは、ヨーロッパや北米からの移住者の影響は大きく、料理にも影響を与えている。大部分はイタリアからだが、ポルトガル、スペインや日本からも多く移住している。またその他のヨーロッパや中東からの移住者も多い。この街では、ありとあらゆる料理を目にすることができる。サンタカタリーナ、パラナ、リオグランデドスルの各州は、南部と定義される。 ガウーショと呼ばれていた人々が、日干しや塩漬けにされた干し肉と、シュラスコと呼ばれる焼肉料理を作り出し、これらは南部の有名な料理である。ヨーロッパからの移住者が多く、小麦粉を中心とした食生活が定着し、ワイン、レタスなどの葉野菜、それに乳製品をブラジル人の食生活に紹介した。移住当初はジャガイモが入手困難だったが、 甘みのあるキャッサバを手に入れ、代用品として使うことを覚えた。フェイジャンと呼ばれる豆は、毎日食べられ、いろいろな形や色、大きさのものがある。黒豆を、ブラジル人の最も愛する豆と考える人もいる。市場では、黒豆だけでなく、赤、白、茶、そして、ピンク色の豆を売っている。コッコと呼ばれるココナッツは、デザートや菓子だけでなく、スープや前菜、 鳥料理、魚料理、貝料理などに使われる。いろいろなココナッツが料理には用いられる。未熟な緑色のココナッツや、黄色や茶色に熟したココナッツ、緑色のココナッツのバターのような柔らかい果肉、それにココナッツを削ったものも用いられる。中に溜まる少し塩気のある液体も飲むことができる。アゼーテデデンデと呼ばれるパーム油は、 ブラジル北部で育つ油やしから抽出される油である。バイヤ料理やアフリカブラジル料理で主に使われ、独特の味と鮮やかなオレンジ色を料理に与える。他の油で代用するのは困難であり、ブラジルからの輸入食材を扱う店で手に入れることができる。バカラウと呼ばれる。この食材はポルトガル人によって紹介され、前菜やスープ、 メインディッシュや焼き物に使われる。塩を抜いて使うためには皮と骨を取り除き、冷たい水に1時間置きに水を取り替えながら3、4時間漬ける。カマラオンセッコと呼ばれる様々な大きさの干しエビは北部地方の様々な料理で用いる。調理する前に冷水に一晩中に漬けるタロと異なり、エビは1時間置きに水を取り替える必要がない。なお、 つけた水は調理する前に捨てる必要がある。リモンと呼ばれるレモンは緑色で小さく、そして非常に酸味があり、日本の柚子やカボス、スダチと同様にして使う。アホスブラジレーロと呼ばれるブラジルの米は、タイ米などと同じようにインディカ米であり、細かく刻んだごく少量のニンニクを油で軽く炒めた後、鍋に入れて水で煮る。ニンニクの他に玉ねぎ、 刻んだトマト、薄切りにした黒オーリーブを加える、料理人もいる。蓋をしないでに、沸騰してから様子を見て必要なら水を足してのち、蓋をする。まさしく調理されれば、米はふんわりとして、ベタベタしない。ファローハ、または、ファリニャで、マンジオカと呼ばれる、キャッサバの粉は、バター付きのパンくずに近づくまでバターで軽く炒め、副菜とする。また、他に、 ゆで卵や干しぶどうなどを加えて変化をつけることがある。良き、良きという食品会社が袋入りのファロファを製造している。トマトを主原料にした各種ソースおよびピューレ、それらや生のトマトを利用した肉や野菜の各種煮込み料理に用いられる。バナナはブラジルでも生産量が多く、輸出のみならず国内でも消費されている。かつてはバナナフリッター。 揚げバナナや焼き芋に近い食感であるフカシバナナなど主食にもなった調理用品種や甘い生食用品種が共に多く軽食や副食として現在でも食されている。ブラジルの国民食であるフェイジョアーダ・コンプレッタは300年以上も前から黒豆、豚肉、それにキャッサバを用いる。アフリカから連れてきた奴隷に食べさせることのできる豚の耳や足、尻尾。 それに豆に、キャッサバの粉のような安価な食材を使って作られたのがその始まりである。それ以来、ブラジルのすべての地域で食べられるようになり、100種類以上の作り方がある。http:/www.brazil.com/.p24nov96.htm にその中のいくつかが取り上げられている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。